行動開始。稼ぎ時ね。準備完了。私は何かよ。私は高くつくわよ。稼ぎ時ね。もしもし、聞こえてる？今私たちはデッドロックホローのもう一つの入り口にいる。工事エリアにあるいつもの出入り口はプロスペクトカンパニーの人が見張ってるから、ここから潜り込んで列車を探すしかない。これは時間との勝負だよ。ホローの中では私たちの選んだ道を進んで。一旦方向を見失えば大変なことになる。すごいにゃ。ホローの中でガイドをするプロ騎士なんて初めて見た。道理でニコはあんたたちを新エリートで最強のプロ騎士って言ったわけだ。ああ、私が迷子になる心配はないにゃ。ニコたちと行動してる時に他のプロ騎士から買ったキャロットデータがまだ使えるから、万が一の時はこれが役に立つ。それより今は列車を見つけることが先決にゃ。弱さね。じゃあこんなの楽勝よ。よっと。じゃあほっ。よっと。うさぎは装飾だけど私は違うんだ。はっ。じゃあほっ。想像以上の弱さね。
このルートで間違いにゃいか？この経路で合ってるよ。んじゃあ道を間違えたのはこの壊れた車両の方？にゃに喋った？今車両が喋ったにゃ。しかも可愛い女の子の声。私たち急いでるにゃ。ちょっとでいいからそこをどいてくれにゃい。ごめんなさい、私では力不足です。またまた猫股ったら。今のは誰かが向こう側で喋ってたんだよ。調査協会の調査員様ですか？まずは自分から名乗るのが業界のルールだよ。そうなんですか。あ、ごめんなさい、そのようなルールを存じ上げておりませんでした。私はカリン、ビクトリア火星の従業員で、年齢は16歳、星座は双子座、血液型は RH-。 好きなことはお掃除です。ストップ、もういいってば。それで私たちに何か用？ついさっき危険性の高いエーテリアスを避けて通ろうとしたら仲間たちとはぐれてしまったんです。私はキャロットデータを所持しておりません。調査員のお二人ならきっとホローから脱出する経路をご存知ですよね。なのでどうか私も一緒に連れて行ってくれませんか？ホローで道に迷った一般人か。それにしても火星会社の人がどうして危険なホローに？どうする？彼女を助けてあげるかにゃ。私だって助けてあげたいよ。でも向こうに回り込んでさらに彼女を連れ出すなんて、どう考えても予定時間を大幅にオーバーする。もしニコたちに何かあったら。あの勝手に聞き耳を立てちゃってすみません。もし私が目の前にある車両を越えられたら、調査員様についていってもよろしいということでしょうか？え、下からくぐり抜けてくるとか？だいたいそんな感じです。しばらくお待ちください。すぐにそちら側に行きますので。火星を修行とする人がこれほど機敏に動けるにゃんて、下手すりゃ子猫よりすごいにゃ。にゃ、ちょっと待って、今の音は？していて、中にはホロー関連の業務もありまして。そうだ、
様は先を急いでらっしゃるんですよね。きっとお役に立てますので、どうか私をフォローから連れ出してください。お願いします。チェーンソーを使うメイドなんてぶっ飛んだ組み合わせだね。消化するのに時間がかかるから、連れていくかはお兄ちゃんが決めていいよ。同行していいのですか？やったー、ありがとうございます。カリン頑張ります。ちょっと待った、先に言っておくけど、私たちは急いでるから一時的に協力関係を結ぶだけ。お互い余計なことは喋らないようにしよう。私たちはついでにあんたを連れ出すけど、もし敵や障害物に出くわしたらあんたに助けてもらうよ。いい？ね、こんなの楽勝よ。楽勝よ。
よっと。ほう。ほう。想像以上の弱さね。もう。やっ。なっ。ほっ。ほう。ほう。お見事。うさぎは装飾だけど、私は違うんだから。ほっ、ふん、やっ、よっと、ふん、りゃ、簡単、よっと、ほっ、ふん、りゃ、やっ、ほっ、見てなさい。なかったわね。注意、半径100メートル以内にフォローの出口を確認。旅のお供、ビクトリア火星従業員カリンの依頼を達成可能。ん？バイゾーン、何か言ったかにゃ？いやいや、あんたがチェーンソーで道を開いてくれたおかげで時間を大幅に短縮できたよ。ボンプのコロー調査員様には初めてお会いしました。よろしければお二人のお名前を教えていただけませんか？今度仲間たちと一緒にお礼に伺いたいです。ううん、大丈夫だよ。私たちは一期一会の協力関係って言ったでしょ。機会があったらまた会おう。元気でね、カリン。バイバイ、カリンちゃん。乱暴になさらないでください、マスター。お尻が車のルーフにぶつかりました。この体、思ってたより不器用だな。手が短すぎ。落ち込まないでください。マスターの血縁者はこの姿のマスターを褒めました。原文を引用します。可愛い。普段は可愛くなくて悪かったね。この車のルーフにある換気窓は液体のような猫でさえ通れないほど小さいです。ですがあなた様にとってそれは熟練した忍者がスイカを割るような楽なことです。あなた様世界の王と言います。さて、世界の王よ。
マスターを応援するために一曲かけますか？提案があります。私がシャッフル再生をしてストップで決めていただくのはいかがですか？ストップ。この列車に積んでいるのは爆薬だけじゃないみたい。ニュースでは言ってなかったのに。パールマン長官、パールマン長官、車のルーフに人の言葉を話すポンプが落ちてきたのですが。了解、今すぐ処理します。いや、ドア。どういうことだ。こっちだ。
準備完了。私はこの道義を貫き通す。行動開始。ご指名ありがとうございます。何なりとお申し付けください。秩序を乱すべからず。私はこの道義を貫き通す。どこへ逃げるつもりです？ようやく全ての汚物が片付きました。思いのほか張り合いがなかったな。戦いがいのある相手だ。抜刀だ。はっ、うん、Hey!
ぎましょう。秩序、改正、周知、汚れを排除する。汚れしない。この不浄の力で。さあ、狩りの時間です。了解。とっても撃退したし、ついでに線路の分岐器も壊しておいたにゃ。これでもう少し時間を稼げるはず。わあ、すごく事務的な口調。せめて優しいふりをするにゃ。あんたを店から追い出さなかった時点で十分優しかったでしょう。ニコたち3人はプロスペクトカンパニーの爆破エリアに閉じ込められているから、彼女たちを救出するためにデッドロックホローに入る必要があるとあんたは言ったよね。本当のことにゃ。その証拠にニコのボンプも連れてきたでしょ。そうかもね。だけど状況を把握している時、爆薬をたくさん積んだプロスペクトカンパニーの列車がデッドロックホロー内を走っていることをニュースで知った。だからニコたちと合流する前に列車を止めて時間を稼ぐ必要があった。確かに計画はそうだったけど。計画はそうだった。なのにどうしてプロスペクトカンパニーの列車に乗っていたのは爆薬ではなくて完全武装した治安局の兵士だったの？これをあんたはまるで予想していたみたいだった。だからいいタイミングで現れてお兄ちゃんが抜け出すのを助けられたんだ。俺はいらないにゃ。そうだ、コローから抜け出そうとした時あんたが言ってたあの危険なエーテリアスの足音みたいなのが聞こえたんだ。本当に怖かった。私たちが会ったのが兵士だけでよかったにゃ。話をそらそうなんて考えないで。にゃん。あんな状況に陥ったこと自体もあんたのおかげだよね。怒ったの？あれは爆薬輸送車だって報道されてたよね。なのになんで治安局の人間が乗っているの？プロスペクトカンパニーの担当者の嘘ってまさかこのこと？
ニコたちは一体どう閉じ込められたの？私たちに言っていないことがまだあるんじゃない？パエトーンのサポートがまだ欲しいのなら隠していることを言って。隠し事なんて何もない。あんたたちがニコたちを助けたいと思う気持ちより私の方がずっとずっとそう思ってるにゃ。これ私のボンプにゃ。あんたたちは視覚データを読み取ることができるんでしょ？昨日の記録を見ればあんたたちにもわかるはず。午前4時の新エリートを見たことがある。うん、眠いにゃ。猫カー人の朝は昼を過ぎてからだってことは常識でしょう。今の何？朝が早すぎて幻覚でも見ちゃったのかにゃ。私も見た。今子供が走っていったみたい。子供がここに？そうだ。先週見たホラー映画を思い出した。子供がたまたまフォローに入っちまうことはなくもないが、ここは京都地下鉄改修プロジェクトの立ち入り禁止エリアだぜ。人がいるはずねえよ。家族と避難するときにはぐれたんじゃにゃい？あるいはあの映画のように幽霊だったり。世の中には幽霊なんかいないわ。心配しないで。幽霊が来たら私がみんなを守るから。でももし本当にはぐれちまったことがないから心配だな。もし人間の子供ならこんな危ない場所にいさせてはいけない。アジンの子供でもダメだにゃ。しょうがないわね。おい、あそこだ。待て、走るな。力。なんで今日はこんなに早起きしなきゃならにゃいの？誰か教えてよ。ニコの親分が見積もりの一番安いプロ騎士と連絡を取ったんだ。念のために早く出発しなくちゃな。予算を節約したいだけよ。こ
んなことまでパエトーンに依頼したら、あんたたちのボーナスが危ないわよ。パエトーンって新エリートで一番ブラックなプロキシ。その能力が他のものより優れているのは認めざるを得ないけど、だけどあいつらが出してきたデッドロックホローの見積もりは業界平均額の 1.5 倍よ。このニコが認めないわ。でもホローに入るや否や、たくさんのエーテリアスに会ったよな。パエトーンがデッドロックホローを重視してることには何か理由があるのかもしれねえぜ。ニコ、後悔してる。後悔？私は後悔なんてしないわ。さっきの子供はあっちに行ったわよね。早く来て、はぐれたら困っちゃう。あの子がいない。やっぱりあれは幽霊だったのね。黙って！世の中には幽霊なんかいないから。ニコの親分、声が大きすぎ。声を聞きつけたエーテリアスが集まってきた。おーいにゃ、まるで夕方のエヴァにいる野良猫みたいだ。わーい、はしゃぐのをやめて。キャットフードじゃこの化け物たちを追い払えないでしょう。心配しなくてもいい、俺に任せろ。負けない。これで終わりか。なんだ、やつら案外鈍いな。やつらは怪我してた。なんであんたが知ってるの？私は無知な野良猫じゃないから。戦場で敵の状態を判断することは基本中の基本。複数の個体を相手にして重傷を負わせられるのね。ビリー、デッドロックホローで悪名高いエーテリアスがうろついてるって前に言ったわよね。その通りっす、ニコの親分。その後、より多くの情報を収集するために他の調査員にタバコを渡したんだ。タバコに何の意味があるの？俺は指で火をつけてやれるからな。あいつらによると、その悪名高いエーテリアスには宛名がある。デッドロックブッチャーってな。デッドロックブッチャー、どうだ、かっこいいだろ。このかっこいい名前だけでスターライトナイトの宿敵になる資格があるぜ。会ってみたいな。いてててて、て勝手に会いなさい。会ってからのことは自分で解決してね、ビリー。冗談だよ。今やるべきことは、あのはぐれた子供を見つけることだろう。それから、赤学組の拠点に行って任務をこなすんだ。任務をまだ覚えてたんだ、偉いにゃ。
ニコの親分、このまま探し続けて本当にあの子が見つかるのかよ。見つかる前に私たちが先に迷子になっちゃうかも。大丈夫、雇ったプロ騎士が胸を叩いて保証したんだから、配線に沿って探せば。ニコ、この先途切れてる。どういうこと？線路が途切れるなんてありえないわ。この巨大な爪痕ってまさか。無理ね、ここはもう戻るしかない。そこにいるのは雑魚が私たちを足止めできると思わないでよね。こんなもんよ。おとなしくしてろ。そんなに威嚇しないから。じゃあ、ほっ、受けてみなさい。鳥は装飾だけど、私は違うんだから。ここの壁画、なんだか見覚えがあるわね。記憶が正しければ、1時間前にここを通過したはずにゃ。猫又の言う通りよ。私たちはこの辺りであの子を見た。が合うなんて、明日は雨が降りそうにゃ。言えなかったことにして。ニコ、この壁画気になるところはある？あれ、やっぱり見覚えがあるかも。ニコの親分、俺たちきっと1時間前の道に戻ったんだって。1時間前じゃなくて、もっと前に見たわ。これは、そうよ、関ヶ組の落書き。数日前に行った拠点でも似たようなものを見たわ。親分、確かなのか？そんな奴らの落書きが地下鉄のホームにあるなんてありえんのかよ。旧都陥落事件が起こる前は、ここは一般人が毎日通るような場所だったんだぜ。関ヶ組は旧都の住民と親しかったか。親しいって、つまり地下鉄の入り口で代金を徴収したりなんかしちゃってたってことか？
確かに人々を押さえつけるにはとても効率的な方法よ。バカな！あいつらはそんなことしない！猫股は昔の関ヶ組と親しかったの。ちょっと腐れ縁があっただけにゃ。そうでもなきゃうちの遺品もあいつらに渡ることはなかった。あ、そんなことより聞こえたか？あっちで子供の走る音が聞こえたにゃ。そうか、聴覚には自信があるんだ。早く行こう。すぐそこだ。じゃねえか。ごめんにゃさい。私もこうなるとは思わなかったんだ。償いに私一人で解決する。みんな手出ししないでよ。何もしないでただ見てるわけないでしょ。いいから即戦即決よ。私は違うんだから。どけ。どれを選ぶ？これでも食らえ。よし、発射。痛みの中で後悔するがいいにゃ。どこもかしこも穴だらけ。やっぱり私には勝てないにゃ。よっ、顔色が悪いにゃ。苦戦したのか？あんたなら無理もない。この程度のエーテリアス、私の故郷ならサバを買いに出かけるついでに9匹は倒せたにゃ。そういうところだったからね。あなたが子供の気配がすると言ったからここまでついてきた。猫又、私たちはあなたを信用していいの？アンビン、いいから。そこを見てみなさい。あそこか。怖がる必要はねえぞ。怪しいものじゃないから、早くお姉さんのところに来な。怪しいロボットに言われたって誰も来ないわよ。俺は真面目にやってるんだぞ。見つけたぞ、あの子だ。俺たちは助けに来たんだって。敵の気配、荒らされてる。そして壁の傷跡、引っかかれた粗末な段ボールみたい。やっぱり気づかれちゃった。幸いあのデカブツじゃなくてよかったわ。あの子を追ってきたのね。あ、この先も塞がれちまったか。
あの子が危ないぜ。早く。敵の危険度が上昇。完璧な一撃見たよな。おい、目をつぶるんだ。はいはい、もう大丈夫だぞ。フォローで迷子になるなんて兄さんが来たからにゃ、もう安心して。何言ってるのよ、まったく。え、何って、俺たちは君を助けに。私を助ける？逆でしょ、こっちが助けてあげたの。聞こえてるっつーの。
ちょっと座り続けたくらいで文句言わないで。そうじゃなくて、前になる。あれを見てくれ。あの人たちは。待って、工事エリアは空にされてたんじゃなかったの？何人だって？少なくとも100人はいたぜ。俺とアンビーは話を聞いてくれた人たちをざっと数えただけだから、実際はもっと多いかもしれない。あんな大勢をプロスペクトカンパニーはいつ撤退させるつもりなのかしら。住民たちはプロスペクトカンパニーから次の避難列車を待つように言われているみたい。もう1週間も経ってる。外部との連絡手段はある？ポンプを持ってる人たちはいろんな方法を試したんだけど全部失敗したんだ。ここはホローの中じゃないのに。信号がない。あ、質問しに行った時に高出力の発信装置をたくさん見たけど、もしかして信号ジャミング装置だったのか？どういうこと？その会社はわざとここの信号を妨害したってことなの？秘密プロジェクトにおいて信号ジャミング装置を設置することは確かにあり得る。でも間もなく爆発物設置の最終段階に入ります。エンジニアは各員配置につき現場封鎖の準備を行ってください。繰り返し。現場封鎖。プロスペクトカンパニー、あいつら。待つにゃ。まだここには大勢人がいるにゃ。なのにどうして現場封鎖なんかするにゃ。まだ避難列車だって来てにゃいのに。あいつら、もしかして最初から。プロスペクトカンパニーはより低いコストを武器に落札に成功したってニュースで言ってた。分かったぞ。地下鉄の改修は建造記念日を迎えるための一大プロジェクトだ。技術、人材、資金への要求が高い上に住民の移転問題も解決しなきゃならねえ。だが端から爆破によって住民たちを処理するつもりだ。これがプロスペクトカンパニーの言う低コストだったんだな。どうしてそこまでする必要があるんや。プロスペクトカンパニーめ、このプロジェクトを踏み台にしてトップス財政ユニオンにのし上がる気ね。道を踏み外したか。あのいわゆる治安局の兵士たちも資格を雇って偽装したんでしょ。あんたたちこれからどうするつもり？ああ、依頼を受けた時はこんなことになるなんて思わなかったわ。調査任務のついでに小遣い稼ぎでもしようと思ったのに、悪徳企業の陰謀に巻き込まれちゃうなんて。あんなの何でも屋が叶う相手じゃないわよ。二人はどう思う？俺は親分の意見には従うけど、アンビーは？私は残る。ニコが心配してることは理解できるけど、ごめん。今回は私自身の考えで行動する。あんな大企業と真っ向勝負するなんて。アンビ、あんたって子は最高！相手はプロスペクトカンパニーなのよ。つまりトップス財政ユニオンに入るような企業を相手取れるビッグチャンス。この不祥事を暴くことができたらどれだけのものを絞り取れるか想像してみて。
リリー、アンビー、早く金の卵、つまり被害者たちに伝えるのよ。ジャトヤが訴訟代理人になってあげるって。突っ立ってないで、早くみんなに委任状を書かせて全部回収してくるのよ。猫又、あんたにも任務を与える。にゃは、私に？猫又はここに囚われている人たちを救いたいんでしょ。私をお金も、ここの人たちの安否はあんたにかかってる。でも私はまだ着手金も払ってない、ただの依頼人やのに、そんな大事な仕事を任せていいのか？猫又はこの中で一番足が速いし、何より道を知ってる。私のボンプを持って行って、ある場所に行って援軍を連れてきてほしいの。プロスペクトカンパニーがそんなことを企んでいたなんて。それでニコたちを助け出すために私たちの手を借りたいって。ジャトヤには申し訳ないけど、プロ騎士のスペシャリストとして私たちにはその件に首を突っ込むリスクを警告する義務がある。相手はプロスペクトっていうとんでもない相手なの。身の安全のために引くのも一つの選択だよ。そんなこと言ってる場合じゃないのにゃ。私戻らないと。そっか、いい返事だね。無駄口を叩いた甲斐があったよ。でもグズグズしてる暇はない。早速出発しよう。アンビーお姉ちゃん、みんなのサインを集めた委任状だよ。ありがとう。お礼を言うのはこっちだよ。残ってくれてありがとう。ジャトヤのお姉ちゃんもおじさんも。おかげでこんな最後の段階になっても、目を閉じるその瞬間まで希望を持てる。そうはさせない。今度こそそんなことを起こさせるわけにはいかない。今度？何があったのかはわからないけど、アンビお姉ちゃんでかっこいいね。関ヶ組に入るつもりがなかったら絶対アンビお姉ちゃんについていくのに。関ヶ組に入る？どうして？大した理由はないんだ。私たちは見捨てられた。でも関ヶ組のおじさんはいつも味方になってくれた。最近おじさんたちは順調に集金できてる。だけどそれは望んでやってるわけじゃなくて上納するためなんだって。もしそのお金が十分じゃなかったら関ヶ組は別のおじさんを雇うことになる。そしたらもっと高額なお金をふっかけてくるかもしれないでしょ。だからそれにおじさんたちにはいろいろとお世話になった。孤児を引き取って幹部として育てたりもしてくれた。お姉ちゃんの旦那さんは毎日のように私とお姉ちゃんに暴力を振るうの。あいつが死んだら私も孤児になるでしょ。アンビー、戻ってきたのね。委任状を集めた？バッチリ。なんだか悩んでるみたいだけど、猫又が戻ってこないとでも思ってるの？いや、今なら信じられる。猫又ならきっと戻ってくる。へえ、いつの間に仲良くなったのかしら。
ビリーが感動して泣いちゃってるわよ。泣いてなんかね。ニコが泣いたって言うなら間違いないにゃ。依頼人さん、抱えてるポンプは店長じゃねえか。本当に連れてきてくれたんだな。ビリーがまた感動して泣いちゃったよ。泣いちゃった。だから泣いてねえって。どういうわけだニコ、この後どうする？ちょっと厄介ね。プロキシはどう思う？ちょっと待った。つまり俺たちはこれから？そうよ、ホローの中のプロスペクトカンパニーの列車を乗っ取ってみんなを外に出す。少なくとも爆発の影響を受けない安全な場所に避難させる。この少人数であの傭兵軍団に対抗するのか。恐れることはないわ。アドレナリンで乗り切りましょう。怖くなんかねえよ。それにアドレナリンってどうやって出すんだ？行動開始。稼ぎ時ね。準備完了。私はこの道具。行動開始。何なりとお申し付けください。秩序を乱すべからず。私はこの道義を貫き。秩序を乱すべか。何なりとお申し付けください。私はこの道義を貫き通す。みんなよく聞いて。私たちの狙いはあくまでも列車を占領すること。だから敵との戦いは極力避けるのよ。特にあのデッドロックブッチャーってやつには捕まらないで。グズグズしてたらプロスペクトに先を越される。やつらが爆薬を起爆させたらそれこそ一巻の終わりよ。いいわね？了解。トントトトトントントトトトン。にゃはー、アンビーが緊張で壊れた。いや、多分雰囲気に合った BGM を口ずさんでんじゃねえか。また映画の影響だろうな。アンビー、
口で伴奏するのをやめて。ねえプロ騎士、まだそこにいる？うん、ここにいるよ。接続は良好、信号も安定してる。プロ騎士、列車の位置は特定できる？待ってて、今試して。列車制御システムの列車番号を検索し、3つの候補地点を検出。相対安定位置の座標をポンプのデータベースに同期しました。お礼は不要です。プロ騎士、何か言った？早っ、さすが店長、頼りになる。ちょっと悔しい。よし、早速出発しましょう。あなた様のために。さあ、狩りの時間です。もしも想像以上の弱さね。合いがなかったな。
私は違うんだから。弱さね。あなた様のために。清掃。次回もぜひビクトリア火星でお芝居ください。あ、やっ、うん。大人、雪。全ての汚物が片付きました。
弱さね。上手なし、トーランはこれに次ぐ。汚れを排除する。何なりとご秩序、改正、しまいで。あなた様のために急ぎましょう。光栄に思いなさい。逃げるつもりです。パールマ長官、こちらピンク色の長い髪の少女が率いる侵入者たちを発見。負傷者も出ておりますが、人数や物資の面では我々が優勢と思われます。彼らは今列車の運転室に立てこもっておりますが、重火力で突入いたしますか。ご指示願います。パールマン長官、ご指示。しばらくは攻撃してこないでしょう。
私たちもここから出られない。そうだな。肉の盾がいくら大きくても、せいぜい子猫を2、3匹守れるくらいのもんだ。そんなに面白かったか？親父ギャグ以下の冗談だと思うけど。これ、さっきの戦闘でたまたま見つけたにゃ。私の家族の形見。これはあんたと関ヶ組の。私は関ヶ組の敵なんかじゃない。関ヶ組の敵に復讐しに来たんだ。あそこはかつて私の家だったから。今の国にどんなに失望しても、それでもあそこは私にとって家に一番近い場所だったんだ。私はボスの死を知って仇を討つと誓ったにゃ。だから国に残ってる私のわずかな影響力であんたたちを襲撃して情報を盗もうとしたにゃ。本当はキュートの住民を連れ出すためにあんたたちの力を利用してやろうと思ってたにゃ。でも私があらかじめ練った作戦を使うどころか、あんたたちは残ることを決めたにゃ。私はもうあんたたちが死んでもいいなんて思えないんだ。悪人は私の方にゃ。心の準備はもうできてる。私がプロスペクトカンパニーと交渉してくる。があるからにはあいつらは何もしてこないにゃ。依頼人さん、猫また、おい戻ってこい。ニコ、あなたはこう言ってた。なんて。眉を潜めるのは美容に良くない。そんなどうでもいいこと、もっと意味のあることも言ってたはずよ。猫股を信頼するとも言ってた。その通りだけど、私はすっごく腹が立ってる。状況を打開する方法だって考えられたのに、あの子は勝手に。え、状況を打開する方法って。だからこういう時はみんなの力が必要になるでしょ。うちには伝説のプロ棋士パエトーンだっているんだから。出口がフォローに閉ざされた今、どうやってエーテル適性を持たない人々を脱出させるか。一瞬で全員にエーテル適性を与える方法があればな。そうでもなければ、山もし我に来たらずば我山へ行くべしだよ。どういう意味？崩壊させるつもりなのか。かっけー、さすがパエトン。
生個体を大幅に減らさないと。あ、扉があるみてえだ。エーテリアスたちならなんとかなりそうだぜ。さっきみたいなエーテリアスを3000体ぐらい倒せば十分。できるかできないかはともかく、今エーテリアスを3000体集める余裕なんて。特定の状況において一部の巨大な個体のエーテル活性は標準的なエーテリアスの数千倍あるいはそれ以上に達します。ん？今誰か喋った？ちょっと勝手に声を出さないで。巨大な個体ってどういう意味？もしかしてデッドロック部長のことか。あのデカブス、俺にとっちゃ色味で大きすぎるぞ。それに俺たちが乗ってる列車には高純度の爆発物が積まれている。何かあったら明日の夜モニカ様に会えなくなっちまうじゃねえかよ。意味がわからない。本来なら会いに行けたの。なんでアンビはそう軽々と俺の心をえぐってくるんだ。へえ、なるほど。じゃあ決定だ。そうしよう。意見が一致したね。よし。だけどもう一つ質問があるの。どうやって列車から出るつもり？下がれ。アンビ、何やってるの？こんな狭い空間で刀を振り回さないの？できるんだから私だって。なんか違うような気もするけど。音なら、ゆっくり。はっ！と！集中！どこへ逃げるつもりです？さあ、狩りの時間です。想像以上の弱さね。受けてみなさい！逃げようったって無駄よ！にゃ！どけどけ！準備完了。何なり秩序回復勝つのは私次第。完了。
何もねえな。あのデカブツはここにいるのか。近いのならいっぱいいるわね。おそらくどこかに隠れている。雑魚たちが一目散に逃げてく。来た。化け物のこと？テーマソング。あ？映画では決戦前に悪役のテーマソングが。安心しろアンビ。スターライトナイトシリーズを通して俺はすでに必勝法を心得ている。悪役相手にルールを守って戦うな。必殺の飛び蹴りをいきなりオンマイしてやれ。10秒以内にあいつらを倒せばテーマソングが流れる隙もね。後ろ、リリー。もうバカ、エンディングが流れるところだったじゃないの。あいつもスターライトナイトの幹部なのか。強敵よ。ダメなら逃げればいい。うっ、はっ、はっ、上手なし。トーランはこれに次ぐ。どこへ逃げるつもりです。急ぎます。そんなに痛くしないから。受けてみなさ。汚れを排除する。